ある日、ズンダモンは捨てられている子猫を見つけました。心優しいズンダモンは、その子を拾い、サヨと名付け、熱心にお世話をしました。子猫はすくすくと成長し、立派な大人の猫になりました。ズンダモンは大人になった、猫のサヨちゃんに、言いました。僕の、お嫁さんになってほしいのだ。にゃ、にゃにゃにゃ。ズンダモンは、はじめは親代わりとして、サヨちゃんを育てていたのですが、いつしか、可愛くて、自分によく懐いている、サヨちゃんに、恋心を抱くようになっていたのです。一方のサヨちゃんも、ズンダモンのことが大好きでした。ろくに目も開かないうちから、自分を育ててくれたズンダモンに、プロポーズされて、とても嬉しい気持ちになりました。二人は近所の小さな神社で、二人だけの結婚式を挙げました。ズンダモンは、毎日何度もサヨちゃんに、愛を囁き、そっと体を触ったり、キスをしたりしました。サヨちゃんはそれを受け入れ、とてもいい気持ちになり、ゴロゴロと、喉を鳴らし、頭をスリスリしました。しかし、サヨちゃんは、それ以上の行為は、絶対に許しませんでした。自分は猫であり、ズンダモンは人間です。その一線を越えることは、絶対にあってはいけないと、強く確信していたのです。ズンダモンは、それが不満です。僕はこんなにも、愛しているのに。僕たちは、結婚しているのに。どうしてサヨちゃんは、キスより先のことを、させてくれないのだ？サヨちゃんには他に好きなオス猫でもいるのだ。にゃ、にゃにゃにゃ。そんな猫いないよ。私にはズンダモンさんだけだよ。私、本当にズンダモンさんのことが好きなのよ。サヨちゃんは必死でそう伝えようとしました。うん、にゃーにゃー言っているだけでわからないのだ。お前は、所詮、猫なのだ。ズンダモンの不満は、日に日に大きくなっていきました。夫婦として、交わることができない。言葉が通じない。ズンダモンは、サヨちゃんのことを、時々、蹴り飛ばすようになりました。にゃ、にゃにゃにゃ。サヨちゃんは、とても悲しい気持ちになりました。ズンダモンのことが、好きだからこそ、悲しくて、悲しくて仕方ありませんでした。自分を責める日もありました。ズンダモンに体を許すべきなのかも、間違っているのは自分なのかも。それに、私だって、本当はそういうこともしてみたい。でも、でも、でも、ふにゃーにゃー、にゃー。悩む日が続きました。そんなある日、ズンダモンの家に、サヨちゃんの知らない、豊島の女性がやってきました。にゃーにゃー、にゃーにゃー。誰だろう、この人？ズンダモンさんにお客さんなんて、とても珍しいわ。ズンダモンさんには友達一人、いないのに。サヨちゃんは不思議でした。あら、猫がいるんですね。はぁ、うん。押し入れにでも、閉じ込めておいた方がいいのだ。私は別にこのままでいいですよ。猫ちゃんにも見てもらいましょうよ。お客さんが童貞を失うところ。ごくり、なのだ。にゃ、にゃーにゃ、にゃーにゃ、にゃにゃにゃ、にゃーにゃ。それから少しの間に起きたことは、さよちゃんにとって、これまでで一番悲しい出来事でした。さよちゃんは思わず、家を飛び出してしまいました。そして、誰もいない草むらで、泣いて、泣いて、少し歩いて、またどこかで泣いて、思い出の神社までやってきて、今度は一晩中泣いてしまいました。そして、明け方に、家に戻ってきました。ズンダモンは、眠っていました。にゃーにゃー、にゃにゃー。サヨちゃんは、ズンダモンの顔を覗き込みます。ふにゃーにゃー。にゃんにゃーにゃー。そして、少しためらった後、いつも通り、ズンダモンの布団の中に、
潜り込みました。それに気がついたずんだもんは、さよちゃんをそっと抱き寄せ、背中や喉を優しく撫でてくれました。にゃあ、にゃあにゃあ。さよちゃん、よかったのだ。帰ってきてくれたのだ。僕の大切なさよちゃん。愛してるのだ。いつもと同じ、温かい、大好きな人の声です。不器用で、寂しがりの、子供みたいな声です。さよちゃんは、喉を鳴らし、頭をこすりつけました。やにゃーにゃー、ごろにゃーにゃー、にゃーにゃーにゃー。甘くて、切なくて、柔らかな時間が、二人の間を流れました。それから、半年後、さよちゃんは、三匹の、元気な子猫を産みました。ずんだもんは、その子たちを、さよちゃんと同様に、大切にお世話しました。にゃ、にゃにゃ、にゃ。あの豊島の女性は、二度とこの家に、やってきませんでした。ずんだもんは、マッチングアプリを使うようになり、休日は、時々、デートに出かけるようになっていました。さよちゃん、今日の人は、とっても良さそうな人なのだ。さよちゃんと同じ、小柄でふわふわした感じの人なのだ。勇気を出して、頑張ってみようと思うのだ。僕のことを、応援してくれるのだ。にゃにゃ、にゃにゃにゃ。ありがとうなのだ、嬉しいのだ。それじゃあ、行ってくるのだ。帰りにさよちゃんの好きな、おやつを買ってくるのだ。にゃーにゃーにゃー。さよちゃんは、ずんだもんを見送り、おちびちゃんたちに、おっぱいをチューチュー吸われながら、思います。私、ずんだもんさんに拾われて、本当によかった。私、ずんだもんさんのことを好きになって、本当によかった。さよちゃんは、とっても幸せな気持ちでした。おしまい。